たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルス鬼レディーバトラリック、お前がもたもたしてるからだよ。ボス、恐竜だ。よし、追いな。飛行機ですね。撃ち落としてやるわ。あ、装甲車だ。恐竜を殺そうとしてるぞ。どうやら密猟者らしい。私の邪魔をする者はみんなこうなるんだよ。覚えておくがいいわ。アメリカフロリダ半島の有機地帯に密猟者が出現。恐竜を殺そうとしている。一刻を争います。なお、その恐竜はトラコドンと思われます。全員至急発進せよ。ボーンフリー隊は密猟者から恐竜を救うため急ぎフロリダ半島に向かった。しかし地獄へお行き。パパを死なせた罰だよ。もっともっと苦しませてあげるからね。死ぬがいいわ。ジュリー、お黙り。リーク、何をしてるんだい。しっかり押し。もう弱ってるんだよ。お前だってパパやママを恐竜に殺されて恐竜が憎いって言ってるじゃないか。リーク、ワイヤー付きの森をセットして。
へ引き上げてからゆっくりとどめを刺してやるからね。お前たちのために私のパパは死んだのよ。陸へ引き上げな。えウィンチゴー、ウィンチゴー。ポイント302だ。よし、キャリーバード着陸。いい気味だわ。ワイヤーオフ。ワイヤーオフ。お前たちさえいなきゃ私はパパと幸せに暮らせたんだよ。リックいいかい。ええ。私がこれを投げたらすぐに離れるんだよ。わかったね。ええ。この姿をボンフリーターの奴らが見たらどんな顔するだろうね、ジューリー。パパ、パパは私から奪った憎い恐竜を一頭殺したわ。パパ、パパは何年もの間恐竜を追いかけていて、私のそばにはちっともいてくれなかったわね。いつも私は一人ぼっちだ。そしてとうとう私を置いて死んでしまった。私は本当に一人ぼっち。私からパパを奪ったのは恐竜よ。そして最後までパパの邪魔をして望みを踏みにじったボンフリー隊も。私は恐竜とボンフリー隊が憎い。きっときっと仕返しをしてやるわ。ジョージ、湖があるぜ。よし、そのまま進んでくれ。ゴーさん、湖の周りを探してみよう。よし、わかった。トラコドンってやつはおとなしいからな。口開いたって大した歯はねえしな。それを殺すなんて。ダイナマイトの匂いがするな。ダイナマイト？また出てきやがったのかい、あのバトラみてえなやつが。あ、タイヤマットがある。何？あれ、変なものが刺さってるよ。ひでえことしやがって。
なことするの？かわいそうに、最初から殺すつもりだったんだ。どうしてこんなことをするんだ？そんな悪いことをしたっていうの？一体誰がこんなひどいことをしたのか突き止めるんだ。もし他に恐竜がいればそれも危ない。あのタイヤの後を追え。チキショー、よーし、必ずひっ捕まえてやるからな。足跡も何もありませんぜ。もっと探すんだよ。いや、無駄じゃありませんかね。お黙り。一匹だって生かしちゃおけないわ。本当にもういないって分かるまで憎い恐竜を探し抜くのよ。あ、妙な声がする。左へ32度。よし、先に恐竜を保護しよう。誤差、左へ32度だ。了解、左へ32度。モノクロニウスだ。地割れ落ちて埋まったんだな。頭だけ出てるなんて全く運のいいやつだ。モノクロニウスは約7000万年前に生きていた角竜の仲間で、鼻の上に一本の角が伸びているので一角竜とも呼ばれている。肉食竜の攻撃に対して角を武器として戦う。お、沈んでいくぞ。ガラ、ワイヤーの用意だ。了解。今引っ張り出してやるけど暴れるんじゃないぞ。嫌だよ暴れちゃ。ウィンチ用意。ウィンチ、よし。よし、巻き上げろ。我慢するなよ。頑張れよ。よし、いいぞ。頑張れよ。恐竜なんかいやしなかったじゃねえか。ねえボス、帰りましょうよ。ボンフリー隊がやってくる頃だね。古池泥をと思った恐竜が殺される。リク、止めて。いた、恐竜だ。あっちだよ。中へ入れ。
ボンフリー隊だ。恐竜を殺して何の得になるんだ。やめないか。恐竜は保護動物だ。やめろ。恐竜を殺すことは許さん。決めたわね。死ねえボンフリー隊。畜生。争いはやめて話し合おう。一体お前たちは誰だ。おい、返事をしろ。一体何の目的で恐竜を殺すんだ。いくらボンフリー号が丈夫だからといっても、これを一発お見舞いすりゃお堕物だよ。見てるがいい。バズーカ砲だわ。レッド砲発射用意。チキショー、リック、網を外すんだよ、早く。へえ、新発明の焼却バリアで焼き切りましょう。なんてドジなんだよ、早く押したらリック。へえ。あいつを食らったらどうなるんだい、ジョージー。バズーカ砲を食らってもボンフリー号は何とか持ちこたえるだろうが、その代わりモノクロニウスがやられてしまう。そうだ、ドンキー、ドンキー、こちらドンキー。しつこく攻めてくるあの装甲車をどっか遠くへ持ってってくれ。了解。よし、思い知らしてやるよ。とんでもないところへ持ってこられちまいましたぜ。覚えてらっしゃい。今にきっと思い知らしてやる。覚悟するがいいわ。
そらく数分で冷凍状態から冷めて意識を取り戻すだろう。麻酔弾を撃つのは今のうちだ。なら麻酔砲を発射。我々の敵が現れた。バトラーより凶暴なやつだ。しかし何があろうと恐竜たちの命は俺たちが必ず守り抜いてみせるぞ。よし、全員配置につけ。恐竜と引き換えなら僕の命を助けるという来週の恐竜探検